はい、こんにちは。東アジア崩壊ニュースです。今回お届けする記事はですね、韓国と国連の弁務官とやらが、会談したと、韓国のパク大統領ですね。記事自体はこちらなんですが、ちょっとですね、これ用心しないといけないという感じの記事です。今回はこの記事に関連してまた違った情報もですね、いくつかちょっとご紹介していきたいと、思っております。ではまず記事の方、誠司さんから読んでいただきましょう。ではどうぞ。慰安婦問題の解決が重要と、パク大統領、国連弁務官は何千回もレイプされ、命を落とした。韓国のパククンヘ大統領は25日、訪韓中のゼイド国連人権高等弁務官と会談し、慰安婦問題の解決が韓日関係の未来志向的発展のためにも重要だが、戦時の女性の人権保護問題でもあると述べた。韓国大統領府が明らかにした。パク氏は一生涯を苦痛の中で過ごしてきた被害者が生きているうちに名誉と尊厳を回復することが重要だと話した。会談ではゼイド氏が先に慰安婦問題に言及したという。一方、関係者によるとゼイド氏は会談後に開いた記者会見で、慰安婦問題について性奴隷にされた期間に数千回もレイプされた女性がおり、これによって多くが命を落とした。こうしたおぞましい行為をやり過ごすことはできないと話した。また北朝鮮が韓国人を抑留していることを非難し、北朝鮮には国連メンバーの資格はないとも述べた。はい、というね、記事の内容でした。では記事をもう一度出しましょう。国連の、何ですか、ゼイド国連人権高等弁務官という人と韓国のパク大統領があってね、パクさんがいろいろ言うのは、これは当たり前のことですが、問題はね、このゼイドという人、ちょっと怪しいですよね。そのゼイドさんがパク大統領との会見後に開いた記者会見で、慰安婦問題について、性奴隷にされた期間に何千回もレイプされた女性がおり、これによって多くの命を落とした。こうしたおぞましい行為をやり過ごすことはできないと。ちょっと韓国にね、感化されているような意見を発してますよね。これちょっと要注意ですよね。韓国のね、パク大統領が、ここに書いてあるようにね、戦時の女性の人権保護問題であると。ちょっとこれまでのね、言ってきたような、慰安婦が日本軍による強制連行っていうところから、もっと地球規模の世界全体での女性人権問題の方にちょっと問題をシフトさせてきているところが、見えますがね。これはそんなに大したね、問題でもないでしょう。そんなこと言ったらね、韓国の、朝鮮戦争時代の慰安所だったり、もしくはベトナム戦争時代のベトナムでの、慰安所がありますからね。こっちの方がもっと人道的にひどいですよ。日本軍はね、強制してませんから、あくまでも仕事として、慰安婦の方々に高額な給料を払って働いてもらったわけであって、韓国のようにね、ベトナムで無理やり韓国の女性をね、慰安婦にして働かせていたり、もしくはですね、レイプして子供を産ませて、そういうの雷大犯と言いますけどね、そういうことをしたりもしくは大虐殺もしていますからね。こんなことでね、墓穴を掘るのは韓国なわけですが、パクさんね、その辺まだまだちょっと自覚が足らないような、もしくはもう引っ込みがつかないところまで来ているのかもしれませんが、いずれにしろ、ここはもう大ブーメランとなってね、韓国にいずれ帰っていくのは、これは本当ね、もう間違いないでしょう、おそらく。でね、問題なのはこのゼイドさんですよ。先ほど言ったこの証言。このね、国連の人って結構怪しいんですよね。大して調べもしないのに、そういった証言、真実に、事実に基づかないものを信頼して、信用して、なんかね、報告書とかね、作る人がいるんですよね。そういう人がいました、過去に。それがね、大問題となっているわけですが、その代表格というのが、これですね。クマラスワミ報告というもので、これがね、ほんとひどい報告書なんですよ。
今現在ね、慰安婦問題に関して国際社会で日本が非難されている土台となってるね、報告書と言ってもいいんではないでしょうか。この、すごいね、読みづらいんですが、言いづらいんですが、クマラスワミ報告書。これ記録しましたが、この報告書は女性に対する暴力とその原因及び結果に関する報告書のことで、国連人権委員会が第50回忌における1994年3月4日の決議に基づき、スリランカ出身のラディカ、クマラスワミを特別報告者に任命し、毎年同委員会へその調査結果を提出させたものであると。このね、ラディカ・クマラスワミという人はね、これですね。こいつと言っちゃいけませんがね。この人ですね。本当にね、どうしようもない。まあ、日本にとってね、どうしようもない方ですね。うん。本当、先入観と偏見に凝り固められたおばさんと言っていいんでしょうか。ね。うん。まあ、この人が書いた報告書が、こちらね、なんですが、これがね、本当にひどいんですよ、この報告書。ですね。おそらくこのウィキペディアのページにはそれほど詳しいことは書いてなかったと思うんですが、この内容、どんなことが書いてあるか。うん、まあ、ね、ミクロネシア、慰安婦、虐殺事件とかね、そういうことが書いてあるんですが、ちょっとね、どういうことが書いてあるか、ご紹介しましょう。今私の手元にね、桜井よし子さんの日本の敵という本があるんですが、その中で、この、クマラスワミ報告書はですね、いかに嘘ばっかり書いてあるかということをね、桜井よし子が言ってます。ですね、まずこのクマラスワミ氏が、95年7月に朝鮮半島の慰安婦、16名から得たという被害者証言の中に、北朝鮮のチョン・オクスンさんというね、その証言があるんですが、このチョンですね、チョン・オクスン氏というものは、このね、報告書を書いたさっきのおばさんね、太ったおばちゃんいましたね、あの人は直接会ってないんですよ。うん。会ってないんですが、まあ、直接的にこの人に会ってないけど、この人が言ったというね、証言を、この報告書でね、採用しちゃってます。で、その内容がね、またひどいんですよ。ちょっとご紹介しましょう。失礼しました。まあ、報告書でね、このチョン・オクスン氏という、いや、元慰安婦の人がね、こう言ってると、書いてます。まず一つ目、反抗的な態度を取った慰安婦の少女を、日本兵が裸にして手足を縛り、釘の突き出た板の上で転がして血だらけにし、最後に首を切り落とした。その遺体を煮て泣き叫んでいた他の慰安婦に食べさせると、日本兵が言ったらしいです。すごいですね。裸にして手足を縛って、釘の突き出た岩の上で転がしてね、血だらけにして、最後の首を切り落としたと。うん。でね、泣き叫んでいる他の慰安婦に、それを煮て、食べさせるとね、言ったらしいです。さらに、次、蛇。爬虫類の蛇ですね。蛇でいっぱいにした池に慰安婦40人を突き落とし、最後は生き埋めにしたと。で、こうして舞台にいた少女の半数以上が殺されたと。言うらしいです。でね、さっきのおばちゃん、クマラスワミ氏はですね、これら一連の証言、衝撃的な証言をもとに、慰安婦問題はジェノサイド、大虐殺のことですね、ジェノサイドと、見なすべきだとして、見解を打ち出していると。ね、こういったね、なんていうんですか、非道な、殺し方っていうのは日本人は古来からやっていませんでしたよね。うん。やっていなかったんです。うん。こういうのは日本人の文明には全くそぐわないやり方なんですよね。うん。じゃあ、どっからこういうね、殺し
方が出てきたのかと言いますと、まあ、桜井よし子さんは本の中で、中国の歴史書、史実巻というものがあるんですが、その歴史書にね、これと似たような同類のね、殺し方というのがね、たくさん出てくるとね、言ってます。うん。で、結局ね、こういった日本軍の、ものすごい、ひどい殺し方、南京大虐殺でもありましたね。それは結局、まあ中国軍の仕業だったということがね、今もう明らかになってきてますよね。だこの、クマラスナミ報告書で紹介されてる日本軍による虐殺、ね、非道なやり方というものは結局、そういったところがね、中国の方からね、出てきている情報というのがね、読み取れる、わけでもあります。もしくは、まあ、中国から影響を受けた朝鮮人がね、行ったのを慰安婦の人が日本軍の犯行だとね、言ってる可能性がね、これ非常に高いですよね。うん。で、ですね、このラディカさんはのページもね、ウィキペディアにあります。あ、ちょっとさっきまで 見えにくかったですね。うん。本当にね、ひどいんですよ。で、このね、おばちゃん、先ほど紹介したね、画像で出しましたが、ラディカさんね、この人報告書の証言として、かの有名なね、吉田誠二さんのね、本を引用してます。うん。私の戦争犯罪というね、インチキの本ですよね。慰安婦狩りをしたという、過去に韓国において最終党というところで205名の慰安婦狩りをしたとね、書いた本ですが、後に吉田誠二さん自身がね、あれは単なるフィクションの小説だったとね、告白したことが問題になりました。で、その本をね、このおばちゃんがね、こちらの報告書の引用元としてね、使ってんですよ。嘘と、もうね、判明された本をね、使ってるんですよ。とんでもないですね。まあ、このことについては多分ね、このページも書いてあったと思います。少々お待ちください。もっと下の方でしたかね。あ、この辺でしょうか。日本政府による反論と撤回。うん。あ、そうですね。この辺に。クマラスナミ報告の内容の一部である吉田証言の引用部分の撤回を申し出たが、吉田証言は証拠の一つに過ぎないとして撤回に応じなかったと。うん。ね。で、あとこの人ね、ここに載ってないのかもしれませんが、この報告書の、まあ、引用の、うん、まあ、ベースとして、一つとして、先ほど言った、吉田誠二の私の先祖犯罪というね、インチキ本。そしてあとはね、オーストラリア人の、ジョージ・ヒックスというね、方が書いた本。まあ、コンフォート・ウーマンっていうね、本があるらしいんですが、このね、オーストラリア人のジョージ・ヒックスさんっていう人もね、慰安婦の本を書きながらね、日本語も韓国語も話せない人なんですよ。で、このジョージ・ヒックスさんっていう人が書いた、コンフォート・ウーマンもですね、先ほど言った吉田誠二氏のインチキ本をね、元になってんですね。だ結局すべて吉田誠二さんの本がね、まあ引用のもとになっていると言ってもね、過言ではない報告書が、このおばちゃんが書いた、これですね。クマラスナミ報告と、うん、言ったものなんですよね。ちょっとね、話が長くなってしまいましたが。で、こういったね、インチキの報告書を採用してしまうのが国連。
結局ね、国連も何が国連だっていう感じなんですがね。だ今もってね、このクマラスナミ報告をもって日本がね、まだまだ世界で非難されているというね、事実があります。だから今回ちょっとまた記事に戻るわけですが、このゼイドさんもね、こんな発言しているっていうこと自体、ちょっと怪しいなと思いますよね。まあでも最近はまあ時代が変わりましたからね。先ほどの報告書が出された1995年とは、6年ですかね。だいぶ時代が、もう状況が変わりましたからね。まあ同じようなことにはならないと思いますが、日本はね、もう負けずに、正しい情報をですね、どん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 発信して、強気でいく必要がありますよね。はい、じゃあですね、ちょっと長々と話してしまいましたが、申し訳なかったですね。はい、じゃあ動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。